ろ今からデジタルって大変です。大黒で入ってます。はい、じゃあ橋本さん喋ってください。橋本ちゃん、はい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 、あチェックチェックチェック、ワンツーパンツー入ってますね。はい、はいはい、ちょっと誰さんでしょう。前田と言います。前田さん、はい、前田です。あ、前田さんマイク生きてますね。前田です。ちょっと低いでしょ。はい、もうあ YouTube アップできる分はそのまま、あ、もう撮ってますね。ボコス入れてくださいよ。なんでなんでよ。前田さん素晴らしい。あ、じゃあ行きます。はい、大黒です。はい、橋本です。前田です。岡田です。あ、いかん、ここが入ってない、うん、はい、ああ、岡田です。入った入った入った。撮れてるやろうか。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、行ってる行ってる。はい、で、岡田さんです。はい、何さんでしょう。あ、吉岡です。吉岡さん、はい、岡田ですって書いてしまった。で、で、2人は今日ごめんなさい、ごめんなさい、共有なので、あの、喋るときは大丈夫、皆さん風、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 大丈夫。はい、うんうん、はい、普通に、うん、調整中。2人が喋るときは、お一人喋るときはこっちにかなり寄ってもらって、くにゃっていう感じ。恥ずかしいじゃないですか。YouTube に流れるんですよ。まあ、でも若干これレベル上げつつって感じですよね。はい、また同じパンフレットが出ました。まあ、これは一押しですね。はい、今日イベントどれぐらいありますか。3つ。3つ、多くないですか。なるほど。というのが、あの、イベントが多いと皆さんの声があんまり入らんかな、なったらせっかく、まあ、これやめよう。これは言うんですね。これはうちの主催やり。これこんな先のこと言うんですね。募集、バンドの募集があるんで。え、いつから。今日から募集を。2月1日から、うん、あ、じゃあ2月4日なので今週から募集スタート、うんうん、はい。え、あんまりフラン取ってくださいね、まだよく分かってないんで私。うるうるけいすけさんが来るっていうの言っていいんですか。言っていいです。公開情報 OK です。はい、はい、マイクいかがでしょう。まあ、ああ、まだもうちょっと。はあ、はあ、はあ。これぐらいですか。大丈夫でしょうか。はあ。慣れてるくせに。慣れてるくせに。はい。すいません、バンド名何さんたちでしょう。ザ・ビッグファン・レディーです。はい。すごい方が。ビッグ、濁る。ビッグ。グですね。はい、なんでレディーなんでしょう。レディー。え、3人でももういいんですか。他にいらっしゃるんですか、女性が。いや、いないです。あ、ドラムはいますけど。あ、どこですか。ドラムの男の方。はい、ドラム誰さんですか。クニさんです。はい。皆さん男。で、はい。いかがでしょうか。あ、はい。では今月のゲストの紹介をお願いします。はいはい、ビッグ、え、何何、もう、もう始まってんの。これね、マイクテストです。ザ・ビッグファン・レディの4人です。え、じゃあ、3人です。ザ・ビッグファン・レディです。イェイ。はい、よろしくお願いします。お願いします。噛んじゃったよ。はあ、じゃあ、まずは自己紹介っていう感じでお一人ずつお声をいただきます。はい。はい、ザ・ビッグファン・レディのボーカルを担当してます、前田と言います。え、なんかおかしいこと言いました。ベースやってます、岡田です。ギターです。あ、ギターの吉岡です。はい、いかがですよ。飲んでる時のテンションで行こうや。あ、全然違うんですか、飲んでる時と。違う違う。私みたいなもんですね。大黒さんいつも一緒やけど。一緒ないですよ、全然。飲んでる時のテンションで行こうや。知ってます、この人、この間飲んで、どういうことになって死んでました。まあ、後でよ。すごかったです。その次の日も飲みに出る。ダメですよ。どうでしょうね。皆さんマイク、はいはい、うん、いいですか。いいですか。そうか、マイクさんも、マイクさんも、あの、近寄ってくださるので普通でいいかとは思うんですけど、どうかな。はい、でマイク 2は下げ気味でいいです。橋本さんの、はい、声はでかい。大きい、大きいですよね。なかなか声量ありますよね。うん、ね、なんででしょう。
それを何かに使いましたか？カラオケ行ってモッズを歌うときにうるさいって言われるぐらい。それだけですね。はい、2月4日です。なんでモッズやん。あ、そっか、だからこれなんか第一やからこの時間までしか言わないですね。すいません。はい、はい、じゃあお願いします。オートレックで。ありがとうございました。あ、今からロール退散します。ご苦労様でした。聞こえてない。聞こえてない。カフス上げた。あ、そうか。はい、はい、今から。はい、あ、大丈夫です。携帯とかいかん。結局そうですよね。そうですよ。そう、これこの話を全然していただいて、ね、アルバム、アルバムが今日流してもらうのはこっちです。そうですね。お、はい、はい、これは、お、すごい。これいつ出たんですか？これは去年、だいぶ前ですね。去年の2月です。あ、1年前ですね。そうです。2010の。こんなにいいから。え、ガタって言った。どこで撮ったとか。はい。キャラバンサライ。あ、そっか。何アルバム？これはオムニバスですね。キャラバンサライのオムニバスです。キャラバンサライの。かまんよ。なんか問題が。2009って書いてますよ。一昨年。まあオムニバスからっていう紹介じゃなくて曲の紹介だけでいこう。はい。そうやね。特に紹介。何か問題が。何か問題が。六曲目ってことですね。六曲目です。分かってない。あんまり分かってないです。あ、分かってないがや。まあ事情もあるわ。あ、でもそれこれ今撮ってますよ。かまんよ。本当にあばい。キャラバンサライさん元気ですか？待って。あ、すごい、吉岡さん作詞作曲じゃないですか。大体作られますか？そうですね。すごい。そんなことも言いつつ、よし、じゃあちょっとやってみましょう。あ、はい。少くないですか？大丈夫ですか？ここ大丈夫です。人いなくなってます。オートテストしてオート。すごいですね。すごくないです。人がいないだけなんです。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？血糖値大丈夫ですか？うん、行きましょう。曲上って、はい、曲上って、はい、曲上ローライフの時とガラッと変わった感じでお願いね。いや、ガラッと変わったですね。その曲はちょっと写真は。ローライフだったのがもう、え、皆さんですか？それはもう言わん方がいいね。いや、言ってもいいですけど、ね、まあそのくらい、その時からの付き合いやき。で、ベースだけメンバーが変わった。岡田です。岡田です。はい、はい、6曲目。じゃあちょっとやってみますね。はい、ですいません、このイベント紹介があるのでお三方のご出演ちょっとだけ待っていただくような形になります。お願いします。はい、2月ですね。あら、あ、立春ですよ。あ、そう。興味なさそう。いきます。アルペジオ楽器がお送りしているアルペの音楽的生活。この時間は高知市駅前町にありますアルペジオ楽器からイベントや楽器の情報、アルペジオ楽器が行っているレッスンのお知らせなど、あなたのミュージックライフをサポートする内容でお送りしています。今月は、今週になりました、ゲストはアルペジオ楽器おしゃべり担当の橋本さんです。はいはい、またこんにちは。またこんにちは。またこんにちは。今日は立春ですよ。あ、そうなんですか。立春振られてもね、あの、それよりも、はい、アジアカップ見ましたか？